どうも、いこいです。今回はジ、ジュースジュースのダブル 2O ツアーについて紹介したいと思います。ライミッション、ダブル 2O とは、1年4ヶ月で225公演を達成した、ジュースジュース伝説のツアーです。全国47都道府県を回り、11月には初の単独武道館公演を達成しました。そんなダブル 2O ツアーの偉大さを、3つの観点から振り返っていきます。まずはこちら。最多公演数。 1>, 1年4ヶ月で225公演という数字は、ハロプロ史上最多です。モーニング娘。の年間歴代最多公演数は、プラチナ期の78公演なので、225公演が、いかに異常な数字だったのかがわかりますね。次はこちら。メンバーの結束力。2015年の後半は、ドラマ武道館の収録もあり、特にハードなスケジュールでした。メンバーの病欠も増え、 途中から3人でライブを行うことや、点滴をしながら握手会を行うことも、そんな過酷な状況でも、メンバーみんなで助け合い、毎回完成度の高いパフォーマンスを見せてくれました。ちなみに、さゆきちゃんとちゃんさんは、225公演、解禁賞です。最後はこちら、ファミリーとの絆。225公演を通して、ファミリーとの間にも大きな絆が生まれました。さゆきちゃんが、 開演前のコールが憧れとブログに書いた次の公演でジュースコールが起こり今では定番になったエピソードは個人的に大好きです。そしてダブルツ,ーツアー後のジュースですが2017年初の新メンバーが加入ここで大胆にも歌割りの変更が起こりますその後もメンバーの加入卒業を繰り返しますが折り面が培ってきた経験は確実に後輩メンバーに引き継がれています これからのジュースジュースもとっても楽しみですね。いかがだったでしょうか皆さんの好きな W2O ツアーの思い出についてもコメント欄で教えていただけると嬉しいです。では、ここまでご視聴いただきありがとうございました。今後もこういった動画を投稿していきますので、良ければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では、バイビー。